あ、よき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 。よし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 。ということで、皆さんこんばんは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃佳です。こんばんは。はい、ということでですね、 AKB48 大西桃佳セカンド写真集発売記念ショールームを今から始めたいと思います。イエーイ。あ、おすごい、やったー。桃佳と申します。はい、ですね、この配信はですね、私大西桃佳がセカンド写真集を発売されることを記念して、配信をしております。写真集にまつわる楽しいコーナーが盛りだくさん、裏話も話せたらなと思うので、皆様よかったら最後までお付き合いよろしくお願いいたします。でですね、ちょっとこれ大西、お昼ちらっと普通に自分、これ今自分のね、アカウントで配信してるんですけど、お昼もこのアカウントからね、配信した時を見に来てくださった方はちょっとあれかもしれないんですけど、このグッズって書いてあるボタンあるじゃないですか。このカートボタンって言うんですけど、皆様ありますか？この下、この下のところ、これ買ってくれてる人も見れるんだ、嬉しい。このグッズっていうカートの、あ、飛行機飛んだ、ありがとう。そう、そのカートボタンを押して、ショップルームにて、大西桃佳セカンド写真集をゲットすることができます。ここでですね、写真集を予約していただくと、ショールーム限定特典の、今回はこちらの、今こっちにもあるんですけど、こちらのポスターがついてきます。うわ、大きいの。そう、前回のショールーム配信でやった時とはまたこう柄が変わって、この配信ではこちらをプレゼントさせていただきます。でですね、前回の配信、ありがとうございます、いっぱい飛んでる飛行機が。前回の配信の時はその日限りっていう形だったんですけど、今回はですね、私がもともとやる、この第2回をやる予定だった日に、私が体調を崩してしまって、これが、この配信が延期になってしまって、本当にその時は本当にご心配とご迷惑をおかけしました。なので今回延期になってしまって、ちょっと遅れてしまったので、今回はお待たせしてしまった分、今日この配信から8月7日まで、私のこの配信中、今の配信じゃなくても普段やる配信の時でも8月7日までだったら、こちらのポスターがついてくる写真集をゲットできることになっていますので、よければぜひぜひ。でもね、よかったら今ポチッとしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そう、今回、前回は紫色のこのちょっと薄いランジェリーではないのかな、まあでもそう、薄いのを着ているやつだったんですけど、今回はこちら、これ、あとでちょっとちらっと出すんですけど、先行で公開されていた、そう、下着と同じものっていうか、そう、同じ、そう、お下着を着ているカットになっております。大人っぽいよね。そうなんです、肩紐を外しちゃって。そうなんです、ほら、ぜひ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 、よければよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ここからはですね、今言ったその先行カットの解説というか、ちょっとそれについておしゃべりしていきたいと思います。先行カット、前回の時から5枚公開されていて、そうなんです、ちょっとそれをね
パネルに用意してくださったので、それ一個一個見ていこうと思います。まず1個目はこちら、じゃん。そう、今これ言ってたポスターと一緒のやんポスターと一緒のお下着のランジェリーですね。ランジェリーのそうカットですね。そうなんです、これ大人っぽくない？そう、私コメントにも出したんですけど、先行カット公開される時の、なんかこの写真を見て、なんか自分大人になったなと思ってそうなんですよね。こちらのね写真はですね、初日なんですよね。前回もちらっと話したんですけど、今回の写真集の撮影って全部で4日間の撮影があって、それの1日目ですね。こちらプール入ったり何だったりいろいろした後にこちらに入りました。そこ触らないって、もう触りたくなっちゃう。そう、本当にこの日のためにこの時は頑張って増量していたので、私はそう普段がねちょっとね貧相な体しているので、そうなんです。だから写真集の時はなんかちょっとでも女性らしいなんか体つきにしたいなと思って、ちょっと頑張って増量して頑張っておりますんでそうなんです。こちら大西のお気に入りのカットになります。増量したのかって、そう増量、ファースト写真集の時もそうだったんだけど、そうなの、そう増量して、そう今回もいい感じに増量できたんじゃないかなってそう思っております。ぜひぜひ。そうなんです。じゃあ続いて2枚目、でれん、あ、これじゃないにしよう。どれにしようかな、先行買った。で、こっち、でれん、2枚目こちらです。こちら公式ツイッターの方にも動画で上がってたんですけど、そうです、これは西伊豆です。4日目だったかな、4日目の撮影かな、多分西伊豆で海に入った写真になっております。かわいいあ、健康っぽくて夏っぽくて好き、ありがとうございます。そう、こちらはですね、なんか前回の配信でも多分話したと思うんですけど、海藻なんだっけあれなもずくじゃないわもずくじゃないや、天草だありがとう、天草です。あれ、あ、そう、ところてん、そう天草がたくさんあった海でのカットになっております。そうなんです。こちらはこれ自分で飲んで、それをそうびしゃびしゃにあげて、これだからまだ海とか入る前なんですけど、そうなんです、自分のペットボトルの水でびしゃびしゃにしました。ここの大西のお気に入りはお腹、このスケスケのお腹です。ここお気に入りです。そう、このあれも楽しかった撮影も。3つ目はこれ、じゃあ2シーズ続きでいきます。3つ目これだん、お団子、みたらし団子です。そう、これねめっちゃ美味しかったんです。西伊豆の街をこうブラブラお散歩しながら撮った時の写真になるんですけど、そう、本当いろんなことをしたんですよね、歩きながら。なんか本当にそこにたまたまいらっしゃったお姉さま方、お姉さま方とすいませんって言いながら入れてもらって、そう、お姉さま、おばあちゃんたちだったんですけど、そう4人でそう会話して撮ったりとか、そう西伊豆の街を感じながら撮った時の写真なんですけど、そうこのみたらし団子がめちゃめちゃ美味しくて、そうなんです、そうあーんされてる感じの写真、そう
これはあの西津で撮った写真は基本あの恋人との旅行っていう設定になっているので、この写真を見て大西との恋人気分を味わってください。では続きまして、ダーン、こちら4枚目です。でーん、こちらはどこでしょう。エモいよねそれ、なんかって、そうエモいんです。そう、今回の大西の写真集はあのまあテーマではないんですけど、エモいんですよね。そうそうなんです。こちらはゲームセンターの中にあるビリヤード場があって、そこで撮った写真になっております。そう、なんかビリヤード、まあもちろん室内じゃないですか、ビリヤード場だなんて。なんかそこで、まあ今はねこの可愛いね緑の上着を羽織ってるんですけど、これをまあ脱いだりとかしながらまあ撮ったんですね当日。だからなんかそんな、なんだろう、人が普段集まるような場所でなんかほぼ下着みたいな感じの姿でいるのが、なんか自分的にそう、なんかすごく新鮮だったので、なんかすごく私の中で印象に残っている撮影になっています。ですし、あの私そのここの、まあここっていうかこれ以外のゲームセンターでの写真、私的にすごくお気に入りのものが多いので、ぜひ楽しみにしていてください。続きましてラスト、デレーン、私この時すごい楽しかったんです。これもまたちょっとエモい感じの写真になっています。これが吉祥寺で撮影したんですけど、ハーモニカ横丁、そう吉祥寺、大西多分初、人生初吉祥寺だったんですけど、本当に普通にたくさん人がいる中で、まあ、撮って、そう、まあ他にもなんかご飯とか食べに行ったりしたんですけど、もしはこのお花屋さんで買った、もうその場で買ったんですけど、お花を持ってあのこの服装で撮ってる、撮影してる時がなんかすごく楽しくて、なんでだろう、でも雰囲気がすごく好きだったんですよね。なんかその吉祥寺の街並みとかもそうですし、やっぱりこのなんだろう、アイドルの、アイドルさんの写真集ってまあなんだろう、結構綺麗なのが多いと思うんですけど、なんか私的にはこういう自分を、自分の人生をじゃないけど、なんか自分をこう人として見てほしいっていうのがあったりするので、なのでこの写真の雰囲気だったりとかがすごく私はお気に入りの、そうカットになっています。そう、めっちゃお気に入りということで、以上ですね、あの先行カット5枚以上の5枚でございました。そうなんです。そう、でも今大西もこの先行カットのしか見てなくて、だから実際に写真集でどのカットが選ばれてるのかまだ大西も知らないので、そう、どんなシーンのやつが写真集に選ばれているのか楽しみでございます。ということでですね、あの改めまして、あの写真集のあのすごい説明に行きたいと思います。読みますよ、行きますよ。今回の大西桃花セカンド写真集では、写真集では世界初の試みということで、通常の木材から作られた紙ではなく、環境への負荷が少ないサスティナブルな素材として注目されているライメックスという石灰石から作られた素材を使って写真集を作ることになりました。そう、こちら今皆さん分かりましたでしょうか。分かりましたでしょうか。そう、普通の写真集とは今回違うんです。なんたってこれ世界初なんです。本当にすごくない？
そう、大西のこのセカンド写真集で初めてこのライメックスっていう、そう、石灰石から作られた素材で、そう、あの写真集をそう作ることになったので、あの今回のあのなんていうのポイント、そう、水に濡れてもいいっていう、あれごめん頭に入ってこないって、なんでよ、もう一回読んであげようか。いくよ。今回の大西桃香セカンド写真集では、写真集では世界初の試みということで、通常の木材から作られた紙ではなく、環境への負荷が少ないサスティナブルな素材として、注目されているライメックスという石灰石から作られた素材を使って写真集を作ってるんです。わかった？そうだから、うん、あのお風呂って読めるんです。知らんけど。でも水に濡れていいってあの言ってくださっていたので、そう、あのすごいんです、お風呂で読めちゃう写真集。そんな写真集ないでしょう。他の写真集だと髪がくしゃくしゃになって、せっかくの写真集がくしゃくしゃになっちゃいます。でも今回の大西の写真集はそんなの気にしない。お風呂で半身浴でもしながらも読めたりします。お風呂に飾るね。そう、お風呂に飾ってくれてもいい、全然。そう、それでもいい、お風呂に飾ってくれたっていい。そう、そんなのも実現できちゃう素晴らしい写真集となっております。でですね、そのようなね、本当に環境に優しい素材を使っているので、売り方もなるべくね、環境に優しくロスがない売り方をしようということで、この写真集はですね、皆様から予約していただいた数をベースにして作る部数を決めていくという形になっております。なので、HMV さんのオンラインと店頭で、そしてこのショールーム配信の中だけで、入手できるものとなっておりますので、よかったらぜひ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 お願いします。そうです。で、改めまして、先ほども言ったんですけど、今日はこの今の配信だけでなく、8月7日までに予約してくださった方は、後ろにもあるんですけど、こちらのポスターがついてきます。これは今日の配信から8月7日までに予約してくださった方限定での、ポスターとなるので、これいいじゃんと思ってくださる方は、この期間で予約してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、ここからが大西、今すごく楽しみにしていたものなんですけど、行っちゃっていいですか？じゃあ行きますよ。続いてはこんなことをやりたいと思います。色香を初めて読んでみる。ありがとうございます。そう、色香ってわかりますか？知ってる？漢字は色に学校の香。あ、やっぱ知らないよね。もう西もさっき知ったんだけどさ、色香っていうの。そう、色香というのは色香というのは色味を見る、色味を見るもの、色味を見るものだって。色味キョロキョロしない？キョロキョロしちゃう。色味も見る紙、チェック用に見る紙を色香というんです。そう、なのでもう写真集の中身なんですよ、言っちゃえば。そうそうなんです。だから大西初めて見るんです、今から。そう、そう、今から見ちゃうんです、大西。そうだから、ちょっとこれを今大西が見つつ、ちょっと反応を見てもらえたりとか、そう、チラッとね、チラッとというか、見えちゃうんですけど、そう、見えちゃうんですよ。もう
え、でもこれ表見せたくないな見えちゃうんだけど、もう台本で隠せない。あ、いいんじゃないあれ見えていいのって、あ、見えてはいいんだって、見えてはいいの、ただ大西が見せたくないだけでだってさ、いいの、じゃあちょっと大西見ちゃうよ、見ていきます今から、重いからちょっと片方ずつ行こう。じゃあいきますよ。表から好きなんですよね。あ、大西の好きなカットが使われてる、嬉しい。そう、これ多分最初らへんのページだ、嬉しいねこれちょっと見せたいけど見せたくないな、どうしたらいいこの感情。すごい、ニキビが隠されているすごい、あの初日と2日目の時にここにめっちゃ大きいニキビがあったんですよ大西。もう本当にショックで、でもあの編集で隠してくれるからって言って、あの大西はその言葉をあの信じて、あのもうニキビを丸出しにしながら撮ってたんですけどニキビがめっちゃ綺麗になってる、嬉しいすごい嬉しい。いやでもめっちゃ良き、あ、このカットも好きだったな。やだ恥ずかしい、ちょっと、でも嬉しい、これがだってあと来月になったら皆さんの元に届くんでしょ、早く見てほしいんだけど。あ、ゲーセンだ、あ、やった、バッティングセンターがある、あのゲームセンターの時に本当に広いゲームセンター行ったんですよ。だからカラオケとかもあって、でバッティングセンターとかもあって、そうで、バッティングセンターで野球した写真とかも撮ったんですけど、私マジでうまかったのよ、うまかったですよね。そう、なんかあのあれ加納さんでしたっけ、元野球部って、そう、あの写真、あのカメラマンさん、今回の写真集のカメラマンさんの加納さんっていう方が、あのもともと野球部だったらしくて、でもね、もし加納さんより全然打ててたそう、元野球部越しちゃったの大西、マジで。そう、意外とね筋が良かったわ嘘つけて、いやマジマジマジ本当ですよね、ほら、うんうんって言ってる、本当にうんうんって言ってくださって、いや本当そうだったんですよ、マジでマジで。オフショット動画、え、撮ってないかな、バッティングセンター撮ってますか、あ、撮ってくれてます、またいつか、公式ツイッター、あ、公式 X にて公式 X にて、ポストしますのでぜひチェックしていてください、よろしくお願いします。いやでもマジ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 本当に上手だったんだって。あ、これだ、今やって、あの言ってたやつ、そうなんです、あ、じゃあこれぐらいなら見せてもいいかな、これぐらいというか、今さっき話したゲームセンターのこれ全く一緒かな、あ、ちょっとち、いや全く一緒かな、一緒そうだ、これの、あ、これさっき先行カットで見せたやつがなんか使われていました。でそのところにある、これちょっと見せていいですか、ででん、見て、このこっち側のページわかる、これ大西がどうなってるかほらわかる、
これね、私人生で初めてクレーンゲームの中に入ったの。すごくない？そう、 UFO キャッチャーの中、そう、大西景品なの。すごくない？こんな体験できないよね。え、そう、これをあの中のものをこう出してくださって、準備してくださって、あの私入ることになったんですけど、あの UFO キャッチャーの中入って、意外とね、なんて言うんだろう、無空間なんて言うんだろうそう、撮りたい、そう、撮れないんですけど、大西は景品じゃないので、そうそう、これはそう、なんかね、意外と入ってみた感想で言うと、なんか無だったなんて言うんだろう、意外と静かだったのよ。なんかなんて言うの、ちょっとこう静かな部屋に入った時にさ、耳がウォーンってなる感じ伝わるから、なんかあんな感じがしてね、意外と落ち着いた。そう、あと景品ってこういう気持ちなんだなって思った。なんかなんかね、景品の気持ちになることができました。きっとこれはいつかやるね、演技とかに生かされる気持ちになると思います。あ、すごい、次のページ大人っぽいわ。大西やだ、なんかさ、ほんとファースト写真集の時はもうテーマというか、まあ、あの時はあの時の自分っていうのを全部撮っていたので、なんかあの時はグラビア系とかも全くしたことがなかったので、水着とかあんまり、だから撮影自体もほぼ経験がないままファースト写真集を撮ったので、あの時の自分イコールなんかまあフレッシュ、ういういしいみたいな感じだったんですけど、なんか大人になったなってすごく思います。え、ちょっとさ、この写真使われてる？いやー、やばいな。なんかさ、このさ写真集、発売しますってなって、でまあツイッター公式 X からいろんなオフショットとか出されるようになってから、ももちゃん脱ぎすぎじゃない？みたいな、すごいまあファンの方とこう交流する機会も多かったので、お話し会とか、ももちゃん脱ぎすぎじゃない？みたいな、そう言われてたんですけど、そう、でも先行カットで脱ぎすぎって思ってちゃダメそうなんです。でも脱いでばかりでもないですからね。そう、今回はお洋服を、可愛いお洋服を着せてもらってるところもあるので、あ、お猿さんだ、動物園行ったんです。そう、いや、なんか懐かしいな、もう。あ、じゃあこれ見せようすごい、あ、これどこで撮った写真だっけ、これホテル、え、ホテル買ったばかりかな、ちょっとじゃあこれ見せますね。でれん、この白いクマこれホテルのロビーとかでしたよね、多分まだ撮影始まる前というか途中、ここで撮影しますっていう感じのところじゃないところで、私が泊まった西伊豆での旅館というか、まあ、ホテルがあって、でそこのお土産屋さんに行ったんですよ、単純にね普通にお土産屋さん行って、でこの白いクマがめっちゃ可愛いみたいな、白いクマのぬいぐるみがあって、で、そう、それを
そう、あのスタッフさんが買ってくださって、そう別なもの、そうそうなんです。だから今びっくりしちゃった。なんか普通に、お、なんだろう、な、これ なんて言ったらいいんだろう、そういうつもりで撮ってなかったというか、なんか使われるって思ってなかったので、ね、びっくりしちゃった。そう、お土産屋さんに行った時の写真です。その子は今どこに、あ、あの大西んちのベッドにいます。そう、この子、この子の名前は時田です。そうです、この子の名前は、そう、もう名前あるんです。時田って、そう、時田理由は時田さんに買ってもらったからですそうです、そうなんです。なのでこの子の名前は時田です。あ、もしこのね、すっからかんのプールで撮った写真好きなんですよねすっからかん、なんて言ったらいいの、中に水が入ってないプールでも撮ったんですよ。中に水が入ってるプールでも撮ったんですけど、水が入ってないプールでも撮ったんですよ。その水が入ってないところのプールの写真、あ、エモーい。そう、なんかもともと送ってくださってて、あの携帯のデータで、でもなんか大西の多分携帯の使い方があの悪かったのか、なんか文字化けめっちゃしちゃって、なんか全部を見ることができなかったんですよ。だから見たことの、自分がまだ見たことのないカットとかもあって嬉しい。え、エモいんだけど、ちょっとやばい。ん、時田さんが何か書いてるなんだろう、え、そう、エモエモなの、楽しみ楽しみ。そう、エモいんです。今回はあーすごーい。ん、あ、オッケーですそう、時田さんそこにいらっしゃるんです。そう、ちょっと本当にめっちゃもうなんかじっくり見ちゃう。え、あのカット使われ、あ、ちょっと待って、ちょっと今ちょうど半分ぐらい読んだんですけど、そう、ちょっと本当に今途中まで読んでみて、え、本当にちょっとなんかたくさんの方に手に取ってほしいなって思うので、よければぜひぜひ、あのこちら、あのね、ここにカードボタンっていうのがございまして、そこからあのショップに行くと、あの大西桃花のファースト写真集があのゲットできますので、ご予約ができますので、で、あの今後ろに見えているこちらのポスターがついてきます。今のこの配信から、大西のこの通常の配信、明日からも多分やると思うんですけど、8月7日までこのポスターがついてきますので、よければぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっとなんか嬉しい、なんかただただ今嬉しい。あ、このカットめっちゃ好き。これは水着なんですかね。水着なのか裸なのか、なんか微妙なところなんでございますが、そう、そうなんです。その写真が割と好きで使われてる、嬉しい。裸ではない、裸、まあ裸、まあでもほぼそうね。エモいんだけど、え、ちょっとなんかストーリーがなんかね、あの今前半らへんがそのまあ東京で撮った写真で、今こ
この流れ的に後半ら辺が西伊豆で撮った写真になってるんですけど、なんかねストーリーが出来上がってる。なんか旅行初日来て海行ってご飯食べて、そう観光地行って海入ってでお風呂入って夜ご飯一緒に食べてお布団ではしゃいで朝起きてみたいな、すごい見てて面白い。すごい、あ、もしこの西伊豆で撮ったあの2日目の朝の写真も好きなんですよね。これはあの先行カットでもあのあったと思うんですけど、え、ちょっと待って、あら、東京に戻ってきた、すごい、あ、大西の今好きなこれ系の写真がいっぱいあります。すごい、すごい、なんか真剣に見ちゃうね真剣に見ちゃう、ありゃーまー、 あ、これも使われてるんだ、へえ。今見ると際どいな、なんか撮影してる時はなんかそんな思わなかったけど、意外と今見ると際どい、まあまあまあおえー、最後これで終わるんだ。おー、今私色香を全部見終わりました。大体何ページぐらいになる予定ですか。112ページの予定でございます、今のところ。そうです、盛りだくさんです、本当に。あ、ママ来たママがいる。そうなんです、一番のお気に入りは、確かにお気に入りどれだろうな、一番、やっぱでも大西は西伊豆の2日目の朝、これ浴衣っていうのかな、浴衣で撮った写真と、西伊豆のちょうどその前の温泉で撮った写真が好きかもしれない。温泉で露天風呂で撮ったんですよ。そうなんです。でも難しいな。まあでも今後もあのまあ先行カットだったりこういうポスターとしていろいろ登場してくると思うんですけど、それあのなんとなく大西把握してて、あの今後何が出てくるかっていう、その中でもお気に入りのやつあったから、ちょっとね早くそれも見てほしいなって思います。なんか素敵じゃなんかあの一瞬ちょっと正直なところを言うと、あのこの間先輩のあの AKB の先輩の向井地美音さんがあの最近写真集を発売されたんですけど、その中身を見せてもらって、で美音さんはすごいデンジャラスな写真集を売りにしてらっしゃるので、そのデンジャラスさに私は
びっくりしてしまったんですけど、これ本日もこれ大丈夫かなってなんかちょっとそわそわしてたんですけど、大丈夫そうでしたきっとわからない、わからないけどね。でもミーヨンさんのも本当すごかったんです。えぐかった、本当に。ミーヨンさんのも本当に皆さんに見てほしいんですけど、でもミーヨンさんのとは違ったまた雰囲気の良さだったりとか、なんかこの雰囲気はなんか私の雰囲気だなっていう感じの写真集で、まあ私はね、お人様に見せるようななんか素敵な体を持ってるわけではないし、プロポーションっていうんですかね、ポンキュッポンでもないから、まああれなんですけど、でもなんか本当に私にしか出せない雰囲気といいますか、私にしか出せない表情だったりとか、もうたくさんこう撮って瞬間を収めてくださっているので、今この色光を見てなんだかすごくワクワクしてきましたので、早く早く、まああと1ヶ月か、あと1ヶ月あるんですけど、ちょっとねぜひぜひ楽しみにしてもらえてたら嬉しいなって思います。よろしくお願いします。じゃあちょっと改めて、ここのこちら今ね、皆さんから見たらこちらかな、こちらのカートボタンを押して、ショップルームっていうところにたどり着くと、写真集をゲットすることができます。ここで今の配信か、今後明日明後日とか、まあ8月7日まで私がこう自由に配信している時も、このポスター付きの、写真集をゲットすることができますので、よければぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあそうですね、あとこの話をしたいんです。ですね、お渡し会のことなんですけれども、9月23日と、10月15日には、東京と大阪で大西桃花セカンド写真集のお渡し会をすることになりました。私は本当になんかもう写真集を出すってなったらもうお渡し会がもうなんか絶対したいって思っていたので、あとね、遠征とかいつも東京に来てくださる方とか、そうだから大阪、まあどこか東京以外でもやりたいなって思ってたので、今回は大阪でもこう会える機会を作ることができて本当に嬉しいなって思っています。そしてですね、今回さらにスペシャルイベントとして、私大西桃花のバースデーアフターパーティーということで、抽選にはなってしまうのですが、トークイベントをやらせていただくことになっています。50名様にはなってしまうのですがそうね、ちょっともしかしたら狭き門かも知らないですが、そうなんです。でそこのアフターパーティーで、前回のショールームでも話したんですけど、西伊豆で私お土産買ってきたんですよ。そうで、それをそこに来てくださった方の中から抽選で、お渡しすることができたらいいなっていうのにも思っていますので、見ます。そう、あるんです今。あ、ちょっともう時間がやばいからちょっとさーっとになってしまうのですが、誰だろうこれまず一つ目でんポケプニ瀬戸流グー、あ、ウミウシやって可愛くない？そう、これめっちゃ可愛いと思って、そうウミウシです。そう、いろんな柄あったんですけど、この子が可愛くてこの子にしました。この子の名前はウミウシ。続きまして、あ、そう、これ見て、アメちゃんあの富士のフラッシュキャンディーって言って、これ光るんですよ。しかも見て、7色に。これどうやったら光るんだろうね。
まあ、ちょっとそれは当たった方がちょっとやってみてください。これもしも自分の分買っとけばよかったな。そう、これめっちゃいいよね。あ、これ食べれるよ、食用だよ。そう、これ食べれます、ソーダ風味です。そう、こちらとあとこれですね、なんかお土産って感じの亀のやつ。なんかこれ色いろいろあったんですけど、もし緑が好きだったので緑の色にしました。そう、これおしゃれ、つきやすそうと思って。一番お土産っぽいって、そうでしょ、一番お土産っぽい。これもある、こんなん買ったな。あとこれで、これ西伊豆のお土産です。あの桃桃の、あ、これペアストラップって書いてる。あ、もしかして2個入ってる、なんか2個入ってそうな雰囲気がある。これとこれってことかそう、これ桃って書いてたからこれにしましたストラップです。あ、その中にはまる、え、そうなの、すごっ。うん、これいいんですよ、こちらと。で、次ラストだ、ラストがこちらです。でん、ボールペン。そう、これね、めっちゃ可愛いと思って、これはね、大西もあの自分のやつをあの買っていただいたので、これが当たった方は大西とお揃いになります。そう、めっちゃ可愛いよね。今お家にこれ飾ってるということで、この5つですね、お土産は。なので、あの大西桃花のそのね、あのバースデーアフターパーティーに来てくださった中から、またまあいろんな形、まあ多分抽選かな、まあになると思うんですけれども、こちらも用意しておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ですね、明日18時から受付が開始となります。当選者の方には、写真集撮影中の超貴重な直筆サイン入りチェキもあのお渡しすることになっておりますでですね、あのアフターパーティーイベント限定のアザーカバーとなっているので、ぜひぜひこちらもあの、そうなんです、お願いいたします。時間決まってる？何時までってこと？まだ決まってないみたいです。とりあえず明日の18時から受付が開始ということになるので、でまだいつ終わるかはまだちょっと決まってないので、なるべくね、あの明日の18時19時20時21時まあそうなる早でよかったらよろしくお願いいたします。でですね、あの今回あの3冊券っていうのがあるんですよね。でその3冊券だと、アザーカットのミニ写真集が今回ついてくることになっています。そうなんです、すごくない？そう、3冊券でん、あ、多分パーティーの時間が気になる、アフターパーティー、でもまだ決まってない、夜、昼そっか、そっちか、太っ腹って、そうでしょ、あ、15時になりましたアフターパーティーは15時になりました。またその辺の詳細はあの後ほどあの随時展開していきますので、あのぜひチェックよろしくお願いいたしますお渡し会後でしょうって、そう、お渡し会後にあるんですもんね。そうです、お渡し会後にあります。15時からぜひぜひ楽しみにしていてください。このミニ写真集もいいし、すっごい楽しいんだな。ということで、ちょっともうお時間が来てしまったので、じゃあ今のこの配信はここで終わりたいと思います。改めましてですね、ちょっと告知をさせていただきます。大西桃花の、セカンド写真集、絶賛予約受付中でございます。画面のカートボタンを押してショップルームにてフォトブックをあのゲットすることができます。ここでフォトブックをあのゲットしていただくと、ショールーム限定特典のこちらのポスターがつきます。
で、この配信でなくても、大西が明日からやる通常の配信でも8月7日までだったら、このポスター付きの写真集が、ご予約できますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、第2回、大西桃花セカンド写真集、発売記念ショールーム配信となりました。本当に前回と言いますか、もともとやる日程でちょっと私の体調不良のせいで延期になってしまい、本当に申し訳ございませんでした。私は本当に今めちゃめちゃ元気になったので、はい、ご心配おかけしました。ありがとうございます。はい、ということで、まだこれ第2弾なので、今後もあと何段かこういう配信が続いていきますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ということで、じゃあランキングの方を、1位の方から13位の方までかな、男女の方呼んでいきたいと思います。いきますよ、じゃあまず1位、1位でんすけさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がのびさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が MM ルールズアットマーク最近なんだか桃不足さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が今日ショールーム配信見始めて1年と1日さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がまさみやとマーク食欲ないときは蜂蜜梅がいいよさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位があんまさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとう。あとタワーが立ってるね、ありがとうございます。1位の方かな、相変わらず大西のこの履歴は見えないんだよな。1位の方、あ、じゃあ1位の方呼んでいきたいと思います。いきますよ、じゃあ1位のでんすけさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。皆様も本当にたくさんありがとうございました。ということで、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では本日の配信もありがとうございました。皆さん、じゃあいい夢見てね。おやすみなさい。バイバイ。